戦うキャラクターを登録するんだ。君の持っているバトルカードを下画面の光っているところに置いてくれ。7枚まで登録できると登録するキャラクターが決まったらチーム決定をタッチするんだ。ヒーローアバターカードを置くと君の分身を登録できるぞ。バトルタイプがスペシャルのカードは1枚だけ登録できるぞ。スーパーサイヤ人ドラゴンを追加する。バトルアプリの発動ラウンド決定だ。では出発するぞ。戦闘開始。恐ろしい敵だ。君の力だけが頼りだ。頑張ってくれ。今までの私と同じだと思う。仲間の応援に発動だ。天狗モノリスがアベルクラウンだぞ。バトルアプリのチームボーナス効果でラウンドは思い知らせてよ。思い知らせてよ。仲間のアビリティ発動だ。レッサー教えてやる。赤いエリアで敵に攻撃。よし作戦決定。仲間のアビリティ発動だ。教えてやる。どうした。敵が先行だ。仲間のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。Come on!